今回はタイトルにありますように今月27日28日に予定しておりました、えー、教育クリエイターフェススクール、まあ、埼玉スーパーアリーナでやる予定だったイベントの方を中止することになりましたのでそちらの報告の動画となりますちなみにこの動画の中でお伝えしたいのはこの3点ですまず1つ目は中止に至った経緯の部分そして2つ目はスクール自体は当日中止にはなるんですがそれでもちょっと プチイベントというか少しだけイベントやることがありますのでそちらのご報告そして3つ目が今後のことについてっていう部分で話していきますで今回は全部あの投資で見てほしいっていうところよりも皆さんにとって必要なところだけをピックアップして見ていただきたいので概要欄の方にあのポチって押すとそのところに、まあ、目次みたいなのをつけて飛べるようにしておきますのでぜひそちらを参考にして見ていただけたらと思いますそれではまず1つ目のこのイベントが中止になった経緯についてお伝えさせていただきます 申し込みいただいた皆さんには昨日連絡が届いていると思うんですが今回登壇者のお一人でしたデンガンさんがですねお知り合いの方がコロナウイルスに感染していることが判明しましてデンガンさんご自身も濃厚接触者にあたるという判断がされましたでデンガンさんご自身今 PCR 検査を受けている段階でこの動画を撮っている時にはまだ結果待ちの段階にあるんですが もし陰性だったとしてもですね濃厚接触者なので自宅待機期間が設けられます。でこの自宅待機期間が、えー、と計算するとですねイベントまでにちょっとギリギリだったんですよでここでまず選択肢が出たわけですまず1つ目が、まあ、一応ルール的には OK に当たるのでイベントを強行突破するそして2つ目がレンガンさん抜きでイベントをするそして3つ目が中止。 我々はそのデンガンさんからそういうことがありましたと濃厚接触者に当たるっていう判断をされましたと連絡をいただいてすぐに会議をしてでこの3つの選択肢があるとどうするかってなって結論としてもう結構早い段階で中止にしようというふうに結論を,を出すことになりましたこの3つの選択肢を聞いた時にそれでも1番か2番を選んでイベントをやってほしかったと思われる方もきっといらっしゃると思います ですが、今回このイベントの発起人のイベントを作ってきた一人として、えー、とそれでも3番を選んだ理由を、まあ、個人的な意見も含めますが、言わせていただくと、まず1番、強行突破、確かに選択肢にはありました。ですが、今回のイベント、スクールというイベントは、子供たちの笑顔のためにというのが、そこをもう大きな目標として、みんなでたくさんたくさん会議して、あだあじゃない、こうじゃないって意見を交わしながら作り上げてきたんです。でも 強行突破することでもちろんそれは伝えなきゃいけませんよね。こうやって濃厚接触者でも自宅待機期間がここで終わってるんでできますっていう。でもそれでは不安残りじゃないですか。参加していただいても。そんな不安がある状態で子供たちを巻き込んだイベントをするのはこれでも教育者の端くれなのでやっぱりそれは容認できないっていうことで一番の選択肢はまずなしになりました。そして二つ目。電ン,ンさん抜きでイベントをやる。これももちろん選択肢としてはあったんですけどあのー、仲間なんですよ。 今回のイベントを作ってきた、デンガンさんも。なので、デンガンさんを含めて、こうやっている、みんなで作り上げて、100点のステージというか、イベントを作ってよう、来ようと思って、たくさん会議した、そのメインメンバー、仲間の一人がいない状態でやるイベントは、きっと来ていただいた皆さんにとっても、うんと、まあ、デンガンさんがいると思って、 出たイベントから違うっていう中でなんかちょっとこうしこりが残ると思いますしもちろん出てる我々からしてもやっぱり100点のパフォーマンスはできないって思ったんですはいなのでここに関しては確かに迷ったところもあるんですがでもやっぱり一緒に作り上げてきて一緒に時間をたくさん使って考えてきた仲間と一緒に作り上げたステージ作り上げたイベントをお届けしたいっていうこれは結構俺のわがままがありましたけどそれで えー、その2番の選択肢も消させていただきましたで今回申し込みいただいた時に500円がイベント参加費だったのでそれをねもう振り込まれた方に関しては全額返金対応させていただきますので返金されているかどうかのご確認の方お手数かけますがよろしくお願いいたしますそして2つ目当日についてなんですがスクールというイベント自体は今回は中止となります ですが、えー、まあ発起人が自分と、あと鈴木プロデューサーというプロデューサーと、あと元気先生がこの3人でこのイベントやっていこうぜって発起と発起してまあ作ってきたんでね、そこにいろんな方に声をかけて、ンガンさんとか匠とかお里乳先生とか高田先生とか、ね、クラ田先生とか仲間になってもらってイベント作ってきたんですけども、まあ、発起人だなんのは私たちなので、ちょっと俺らだけはなんかしようぜ。 って思って、えー、実は土日、その期間、ちょっと時間短くなるんですが、まあ、内容ももちろん、えー、と少ししかできることはないんですけれども、実はプチイベントやります。そのプチイベントでやる内容は主に2つです。まず1つ目が、元気先生がサイエンスライブをやってくれます。 え、もともとかなりこう、ちゃんとしたステージをね、もうお金かけて作り上げてやるってはずだったんですが、もう今回ちょっとそこまでをね、設置するちょっと費用というか資金が練り出せないので、申し訳ないんですが、少し簡易的なステージにはなるんですけれども、そちらで1日2回。 サイエンスライブしていただきますので、ぜひね、お越しいただいて見ていただけたら嬉しいです。そして二つ目が私の自習室です。でこれもともと土曜日だけにやる予定だったんですが、土曜日と日曜日両方やります。やりますというか、常設で席作っておくのでっていう感じのスタイル。 でちなみに今回自習室の方の時間は11時から15時までの4時間あるんですけどえ今回下の概要欄に申し込みフォーム作っておくんですが半分で分けてあります11時から13時13時から15時ですでもちろん両方ね 4時間、そこの席でやりたいっていう方は、全然両方に丸つけてもらって構わないんですけど、午前中ちょっと早いから午後だけっていう方は、あの、午前中×ツというか、午後の部分だけに丸つけて、ここの席をちょっとあるといいなっていう感じで書いていただけると、あの、席の準備で、こちらが助かります。 はい、あの、結構きっちり人数把握しておきたいので、そちら、あの、申し込みフォームの方ね、記入していただいて、ぜひよろしくお願いします。じゃ今ちょうどですね、LINE であの、連絡来たので、元気先生のサイエンスライブの日時も決まりました。え、土曜日の11時半からと土曜日の15時から、そして日曜日も11時半からと15時からとなっておりますので、こちらもあの、申し込みフォームにあります。 ここのサイエンスライブ見たいっていうところにチェック入れてもらって、あの、申し込みの方よろしくお願いいたします。ちなみに、この元気先生のサイエンスライブと自分の自習室に関しては参加費無料です。あの、お金一切かかりません。まあ、交通費はね、かかってしまいますけど、あの、参加は無料なので、申し込みフォームからちゃんと申し込みしていただければ、あの、入ることというか参加することができますので、ぜひね、申し込みの方よろしくお願いします。 ちなみになんですが、あの、くられ先生がですねあ、僕も行きますよって今言ってくださってて、ちょっと何をするかってまだはっきり決定はしてないんですが、で、しかも土曜日だけなのか、両日なのか、まだわかんないんですけども、もしかしたらくられ先生も来ていただいて、あの、元気先生とね、一緒にサイエンスライブをやるのか、くられ先生単独で何かされるか、まだちょっとわからないんですけれども、もしかしたら、 クラレ先生にも会えるかもしれません。で、こちらは随時あの動画でこう更新することが、情報更新することができないので、えっと、ここの概要欄に貼ってる、えー、っと、スクールの公式ツイッターの方で、おそらく情報がこう更新されていきますので、そちらの方をチェックしていただけたら幸いです。それでは最後に今後のことについて、まあ、思いの部分を少しだけ喋らせてください。え、今回のイベントはこういった形で中止になってしまいました。が、がです。えー、っと、我々の思いは一つ。必ずこのメンバーでイベントをやります。 絶対です約束します。てかこのメンバーと言いましたがこのメンバーはマストです同じメンバーマストなんですけどもうちょっと延期になっちゃったからさらにパワーアップしてえこの人も参加するのってみんなに驚いてもらえるワクワクしてもらえるようなメンバーで必ずまたイベントをやります。はい、コロナななんかには負けいいっていうね っって思っててて思まますのでで今回ににに関してはあの楽しみにしししは楽みいいただいたただ方ね本当に申し訳ありませんでしたあのもしかしたら期待を裏切ってしまった形にはなるかもしれませんけれども自分らももちろんショックだったしあの一番悔しいのはデンガンさんなんで間違いなく彼が一番悔しがってるからでもその思いをここでへこたれててもしょうがないじゃないですかそれを嘆いて嘆いてえんえんってしてても何も始まんないから。 え未来で必ずいいイベント作って、まあ、そこにここで今回ね申し込んでいただいた皆さんが参加できるかどうか分からないスケジュールもあるからね分からないですけれども、えー、そこで来ていただいた方をえ今回,今回え提供できる満足度が100%だったら 150%200% という満足度で帰っていただけるようなイベント必ず作っていきます。 で今回、のツイッターのリプでもあったんで、最後それをお伝えして終わりますね。あの今回、学生限定、まあ、日曜の,あの追加講演は、社会人の方のね枠も、あだか大学生かの枠もありましたけど、え次回やるとき、今回、ギリギリ参加条件入ってたけど、延期というか、次やったときは、自分がその参加条件に入らないから、いけなくなっちゃいますっていう方もいらっしゃいました。本当その通りですよね。なので、必ずえ、社会人の方とか、年齢制限のない 形。まあ、どういう形かわからないですけど、どんな方でも参加申し込みができる形でイベントを作っていきます。なので、悲しまないでください。という方は必ず参加できるようにイベントを作っていきますので、よろしくお願いいたします。それでは、ここまでご視聴いただきありがとうございました。あの、申し訳ありませんでしたで終わるべきなのかもしれないです。こういった動画なので。ですが、どうしてもこの動画の最後をごめんなさいとか、申し訳ありませんでしたっていう言葉で、 終わりたくないので、最後はこの一言で終わらせてください。皆さん、次回のイベントで会いましょう会えるのを楽しみに待ってますここまでご視聴いただき、ありがとうございました